アルプス口糸井川駅は、新潟県糸井川市にある、西日本旅客鉄道、越後時めき鉄道、日本貨物鉄道の駅である。新潟県西部にある、糸井川市の中心駅、代表駅で、越後時めき鉄道と、JR 西日本金沢市社北陸広域鉄道部の大糸線の運行拠点が配置されている。海岸沿いに位置し、新幹線の車内からは、 海が見える場所にある。JR 西日本の北陸新幹線、大糸線と、越後ときめき鉄道の日本海翡翠ラインが乗り入れている。JR 貨物は日本海翡翠ラインのみ、第二支鉄道事業として貨物列車を運行している。北陸新幹線開業以前は、越後ときめき鉄道に移管される前の北陸本線が所属線として乗り入れていた。 2015年3月14日に北陸新幹線の長野駅金沢駅間が延伸開業した際、当駅も停車駅の一つとなった。新幹線の延伸開業時に運行を開始した定期列車のうち、速達タイプの輝きは当駅を通過するが、各駅停車タイプの白鷹 K15 往復は全列車が停車する。また新幹線開業に際しては当駅に乗り入れる。 在来線2路線のうち、北陸本線の東駅を含む金沢駅、直越駅間が、並行在来線として、JR 西日本から、経営分離され、東駅を含む新潟県内の一部利益直越駅間は、県と沿線自治体などが出資する、第三セクター鉄道の越後ときめき、鉄道へ移管し、路線名を、日本海筆位ラインに解消した。一方の大い戸線は、 新幹線開業後も JR 西日本が引き続き管理、運営している。なお新幹線開業と北陸本線の移管に伴い、当駅は新潟県内で唯一の JR 西日本管理の有人駅となっている。JR 西日本管理の有人駅としても最東端にあたる。JR 糸井川駅の事務官コードは54万1482を使用している。 JR 西日本と鉄道運輸機構糸井川市では新幹線開通に最始駅舎の改築と南北自由通路の新設を進め北側の在来線橋上駅舎は2013年12月1日の始発列車から自由通路は2014年9月14日の正午からそれぞれ共用が開始されたまた糸井川市では改築に合わせ駅舎出入り口の愛称として 従前から設けられている北側を日本海口、新設された南側をアルプス口と命名した。南北の駅舎は糸魚川市周辺の風景をモチーフとして設計されたもの。在来線の日本海口駅舎と自由通路は中心市街地の岩木像と町屋をイメージした和風のデザインが用いられている。新幹線のアルプス口駅舎のデザイン原案は 日本海と北アルプスに抱かれた雄大な自然を感じさせる駅で、市が2007年に鉄道運輸機構に要望したデザイン構想をもとに、同機構が2010年10月29日に市側へ提示した3案の中から選定された C 案をもとに設計されたもので、日本海の波と北アルプス、市内の姫川流域で算出される被水、地域が指定されている世界上パークをイメージして、 外装のデザインには必要を表す垂直や地層や断層を表すストライプなどが取り入れられている。JR 西日本金沢支社が管理する直営駅で3階に設けられたホームはフロア全体がスノーシェルターで覆われた高架構造で相対式ホーム2面2線を有する。通過線が設置されていないためホームにはホームドアが設置されているほか、 待合室と喫煙室が一箇所ずつ設置されている。発車メロディには、相馬漁風作詞の春よ恋を使用している。これは、JR 西日本が糸井川市に対し、発車メロディの使用を提案したことを受け、市は、岡瀬は市を代表する文人であり、2015年が岡瀬の没後65周年にあたることや、聞く者の心を明るくし、 安らぎを与えてくれる曲であることなどを選定理由として、使用楽曲の第一候補に、後日の在来線ホームで春季に使用している、春よ恋を第二候補に同じく岡瀬作詞の糸井川幸太の二曲を推薦した。JR 西日本では、その後先行等を経て、2014年12月9日に、当駅については、第一候補、春よ恋いを採用する旨を発表した。 2階のコンコースには、緑の券売機プラス、自動改札機、化粧室などが設置されている。改札口では全通路で、新幹線に、e、いチケットサービスが利用可能。コンコースの自由通路沿いには、売店として、セブンイレブンが営業している。バリアフリー対策として、改札内コンコースとホームの間には、エレベーター1機とエスカレーター上下各1機が設置されているほか、 改札内コンコースのトイレには、オストメイト対応の多機能トイレが併設されている。乗り場北側から順に、下記のように配置されている。越後ときめき鉄道と JR 西日本の共同使用駅で、越後ときめき鉄道が管理する直営駅。大糸線の駅業務は、JR 西日本金沢支社の北陸広域鉄道部から受託している。 ホーム端式ホーム一面一線と島式ホーム一面三線を持つ地上駅で橋上駅舎を有する。北側の端式ホームが1番乗り場、南側の島式ホームが2.3番乗り場、2番乗り場西側の切り欠き機ホームが4番乗り場となっている。改札口コンコースコンコースには、有人改札口と窓口のほか、タッチパネル式自動券売機が設置されている。 バリアフリー対策として、改札内と両ホームの間にはエレベーターが設置されているほか、改札内のトイレには、オストメート対応の多機能トイレが併設されている。建て替え前の駅舎日本開口駅舎の西側に設置されているジム棟は1957年春工の三代目駅舎の一部を使用したもので、移管前は JR 西日本金沢支社管内のうち、新潟。 長野両県の区間を統括管理していた糸井川地域鉄道部の事務所が置かれていた。同鉄道部は、移管前の当駅を直営駅として管理を行っていたほか、北陸本線の一振駅と二浜駅間、大糸線の中土駅姫川駅間の各駅を統括管理していた。なお、糸井川地域鉄道部と富山地域鉄道部は、 新幹線開業に伴う JR 金沢支社の組織再編に伴い、新幹線開業日をもって全系の北陸広域鉄道部に改組された。取り扱う切符について、日本海口駅舎の窓口、券売機は、越後と決め木鉄道の管轄となるため、普通乗車券等については、越後と決め木鉄道が設定する連絡運輸範囲内のみの発見となる。このため、 大糸線の乗車券は連絡運輸範囲となっている本駅から南小谷駅までの各駅分のみ取り扱い同駅から先の仙国駅以南の各駅への乗車券などはアルプス口駅下窓口券売機での取り扱いとなる同様に日本海翡翠ラインの一部利駅直越駅間は JR 西日本金沢支社間内の特別企画乗車券北陸お出かけパス 北陸周遊乗車券のフリー区間となっているが、当駅では、アルプス口駅舎のみで取り扱っている。一方で、日本海口駅舎窓口では、JR 東日本新潟支社管内の特別規格乗車券のうち、越後と姫木鉄道の区間が含まれる、越後2 d a パス、白雪 W 切符の2県種に限り、JR 東日本のビジネス駅ネットのシステムを用いて、 8時30分から19時30分の間のみ取り扱っている。乗り場北側から順に、下記のように配置されている。列車運転指令上では、1番乗り場が下り本線、2番乗り場が中2番線、3番乗り場が上り本線、4番乗り場が中3番線となっている。この他、1番乗り場と2番乗り場の間と、3番。 乗り場の山側にはホームのない対比線がある。大糸線の列車は基本的に4番乗り場で折り返す。また、2015年3月時点での定期列車では設定されていないが2番乗り場からも大糸線方面への発車が可能である。上記のほか校内には側線が設けられており、車両の留置等に使用される。かつては、 在来線のうち、日本海翻水ラインの一部列車では発車メロディを使用していた。それまでの電子ベルに代わって2000年1月20日から運用が開始された楽曲には、同年が、糸井川市出身の相馬漁風の没後50周年にあたることから、当時の JR 西日本金沢支社、糸井川地域鉄道部が地域密着作の一環として、岡風作詞の曲を採用したもので、 メロディは季節ごとに、下記の4種類を使用していた。新幹線、在来線の各コンコースは、自由通路に面する2階に設けられている。相互間の乗り換え専用通路は設けられておらず、乗り換え動線は自由通路を経由する経路のみとなる。自由通路は、糸井川市が管理しており、2階平面部の延長70メートル、階段部を含む、総延長115メートル、 福音6メートルを有する。終日通行可能で、歩行者の他自転車も通行できるが、自転車は押して、徒歩で通行する必要がある。日本海口、アルプス口領域舎のコンコース正面と、日本海口側階段下の待合室、後日のジオパル内に設置されたデジタルサイネージでは、列車、路線バスの発車時刻案内をはじめ周辺の観光案内。 市の広報映映像ななどが放映されてているなおバリリアフリー対策として日本海口側、アルプス口側にはそれぞれエスカレーターとエレベーターが設置されているほか、オストメイト対応の多機能トイレは日本海口側、アルプス口側の各1階階段下のトイレとジオパル内、ジオラマステーション横のトイレの計3箇所に併設されている。もともと出入り口が設けられていたのは、 日本海口側で、糸井川市の中心市街地に面している。駅舎東側の隣接地には交流施設、翡翠王国館が所在し、1階には、糸井川観光物産センターと飲食店、2階には、観光案内所、駅レンタカーの窓口、コミュニティホールなどがあり、2階フロアと自由通路の間は、階段と前傾のエレベーターで連絡している。また、 自由通路の日本海口川階段下のエレベーターホール横には待合室が設けられている。このほか待合室横では2015年2月28日までコンビニエンスストア、チャオイトイ川が仮営業を行っていた。アルプス口は新幹線の建設に合わせて整備された出入り口で2014年9月14日の暫定供用開始以降、 各施設及び設備の供用が順次開始された。駅前広場の駅舎正面には、後日の、レンガ車庫のモニュメントが設置されている。ジオパルジオパルに、生体保存された、キハ5256、トワイライトエクスプレスモックアップ、小型蒸気機関車黒姫号アルプス口駅舎1階に、設けられた糸ト川ジオステーションジオパルは、観光案内所や、 鉄道保存展示施設等を備えた複合型交流施設である。新幹線開業1ヶ月前の2015年2月14日に開館した。施設を管理する糸井川市では、地域が認定されている世界上パークの魅力を発信し、鉄道実車両や鉄道模型に親しみ、楽しむことができる施設として運営を行っている。施設名は、 一般公募から選定の上決定したもので、ジオは世界ジオパークと鉄道模型のジオラマを表し、また英語で友達などを意味するパルを組み合わせ、ジオパークやジオラマの輪が友達や仲間に大きく広がっていく、中心施設というイメージを表現しており、上越市在住の男性と東京都世田谷区在住の男性が応募した両案を接中して命名された。 ジオパル内には3つのスペースが設けられ、糸井川市観光協会などが運営する観光案内所ジオパーク観光インフォメーションセンターでは周辺地域の観光情報を提供しているほか、ジオパークに関する参加体験型コーナーや子どもが遊べるスペースも設けられている。かつて大糸線内を走行していたキハ5256が生体保存された。 木波52待合室では実車両を間近で見学できるほか、車内の座席を待合室として使用できる。屋外の駅前広場の歩行者道上と待合室内の東側壁面の一部には、レンガ車庫のモニュメントが設置されている。木波52型は館内に格納されており、レンガ車庫の左側アーチ内に入庫した状態を再現した外観となっている。また、土曜、 休日の晴展示やイベント開催時等には、車両移動機を使用し、車両全体を駅前広場の歩行者道へ移動させて、屋外展示も実施される。ジオラマ鉄道模型ステーションには、糸井川市周辺の沿線風景をテーマにした、N ゲージと4ゲージのジオラマ各1セットからなる、鉄道模型の展示コーナーがあり、来場者が持参した模型を実際に運転して楽しむ、こともできる。 また宝ミーの協力によるプラレールの大型ジオラマコーナーも設けられており、クッションフロアでは市民やファンから寄付されたプラレールの部材を自由に組み合わせて遊ぶこともできる。2020年8月10日には、糸井川さんの杉材を外装に用いたトワイライトエクスプレス A 寝台と食堂車を再現したモックアップ10月14日には、 糸井川市内の東洋化指定白土で運行されていた日本最後の産業用小型蒸気機関車黒姫号が展示されている。ジオパルの各施設はいずれも無料で利用できる。ただし、鉄道模型の持ち込みと運転操作宅の使用については利用料金が別途必要となる。なお開館時間は外部リンクを参照。布川姫造レンガ庫コレンガモニュメント駅南側。 には、かつて、総レンガ作りの車庫が設けられていた。この、糸井川駅機関車庫1号、通称、レンガ車庫は1912年12月に竣工した、もので、延べ床面積は812平方メートルを有した。両際壁と、桁下すべてが純レンガ作りで、機関車、客車の2両編成が3列格納でき、出入り口は3レンガアーチを描いていた。 建設から94年を経過しても、なお筐体の損傷が少なく、かつ、現役の施設として強用され続け、加えて、かつて全国各地に所在した同様の車庫は、ほとんどが廃止、撤去されていることから、全国的にも、極めて貴重な存在となっていた。しかし、北陸新幹線の工事進捗に伴い、校内の一部を新幹線ホーム用地とする必要が、生じ、 JR 西日本と鉄道運輸機構では車庫の撤去について検討を開始した。しかし、レンガ車庫は前日のように歴史的価値が高いことから、駅舎改築後に新設される南口駅前広場へ、AA や方式で移築し、ランドマークの一つとして活用することを目指して、地元の有志などが保存運動を展開し、地元の建設会社などが中心となって、 レンガ社庫基金実行委員会を設立し、募金活動なども行われた。糸井川市では、こうした動きを受けて、レンガ社庫の移築について、検討を進めたが、A 家による移築には3億円以上の費用が必要な、ことから、米田東類糸井川市長は2009年11月とか、英 a や移築は不可能との最終的な判断を下し計画の正式断念を発表した上で、 部材の切り取り保存について引き続き、JR 西日本側と協議する意向を示した。そして協議の結果、事業主体を市とすること、切り取り保存の費用は、市が負担すること、切り取り保存工事が、新幹線建設に支障を及ぼさないことの3点を条件に、JR 西日本が、市から工事を受託して、計116メートル2分の壁面を切り取り、市に、 無症状とすることで合意に至り、米田市長は2010年2月25日の定例記者会見で、車庫西側の列車出入口前面と南側の壁面の一部を切り取り保存する方針を正式に表明し、新年度予算案に解体工事費1億円を盛り込んだ。こうして、レンガ車庫は同年3月のダイヤ改正をもって、 用途廃止となり、3月21日に JR 西日本金沢支社主催の記念イベント、さよならコンサートが開催された後に閉鎖され、4月中旬に切り取り保存の工程を実施した後、残存部は解体撤去された。なお、撤去費用そのものは、鉄道、運輸機構が全額を負担し、解体されたレンガやレールなどの構造物は、 JR 西日本から市に譲渡され、市ではこれらを口実の糸井川市立糸井川、小学校敷地内のポケットパークの整備に際し、再利用したほか、一部は記念品として、加工の上、鉄道ファンや市民に向けて販売した。この出入口面の外壁は、アルプス口駅前広場のデザインに組み込まれる形で、駅舎正面での復元再築が決まり、合わせてアルプス口駅舎1階には、 全景の糸井川ジオステーションジオパルの開設が決定、かつて大糸線を走行していたキハ52系機動車が生体保存されることになり、市に無症状とされた同車両は廃車後に補修を受けた上で、金沢総合車両所で屋内にて保管された後、アルプス口駅舎の建設進捗に伴い2014年11月26日に搬入された。また、 レンガ社庫基金は部分保存という形で当初の目的を果たし2014年春までに全国から約150万円を集めて募金活動を終了した集まった基金はレンガ社庫の歴史や魅力を発信する映像ソフトの制作等に活用する目的で同年4月7日に市へ増され米田市長は駅の魅力が高められる要総合的な観点で検討し 行政としてできる範囲で生かしたいとの意向を明らかにした。駅前広場に復元再築されたモニュメントは、裏面に設置された鉄骨の支柱によって自立しており、基礎部分やレンガの決着などに使用したコンクリートは、駅西側に事業所を置く、明星セメントが提供した。JR 貨物の駅は現在、シャーツ貨物の臨時取り扱駅となっている。しかし、駅に接続する、 専用線や貨物取扱設備は全くなく、貨物列車の発着もなくなっている。かつては専用線発議者扱い貨物の取扱駅であり、当駅に接続する専用線が存在していた。最後まで使用されていた専用線は明城セメントが保有するものであった。同線は当駅から北陸本線の南に沿って精神。西 国道148号の高架強化を通った後、南に方向を変え、明城セメント、糸井川工場へ至っていた。全長1 9トルで、セメントの発送に使用されていたが、2003年3月15日、限りで廃止された。2019年度の糸井川駅全体の1日平均乗車人員は1172人で、ある。各年度の1日の平均乗車人員は、 以下の通りである。駅周辺は、糸井川市の中心部であり、市街地が広がっている。駅前広場には、日本海口側、アルプス口側ともタクシーがほぼ終日にわたって待機している。日本海口側には、駅前広場が整備されており、路線バスの発着点となっている。駅から日本海へは、直線で約400メートルと近接しており、北陸、 上越両新幹線沿線各駅を通じて最も近い。この立地条件から糸井川市では日本海に一番近い新幹線駅と銘打って新幹線開業に向けて観光遊客や交流人口の拡大を図る施策を進めている。駅前広場には相馬漁風の火碑が建立されている。日本海口から糸井川バイパスの寺町交差点に至る。 延長約450メートルの駅前通りには1990年11月、翡翠ロードという愛称が命名され、同行さてまでの自転車歩行者道沿いには左手に、宝玉を掲げるヌ川姫の像、翡翠の原石、マガタマのマモニュメント、地域で採取された、岩石、解剖公園のヌ川姫と竹見中田命の、母子像など、翡翠や、 ジオパークに関する200種類に及ぶストリートファニジャーが配置されている。また同交差点先の日本海展望台からは、好天時には、北側は佐渡島や能登半島、南側は北アルプスの山々を望むことができる。この翡翠ロードの西側は2016年の糸魚川市、大規模火災の消失地域であり、復興の取り組みとして、駅北広場、北アるや、 市民公園が整備された。2014年9月14日に共用が開始されたアルプス口川の周辺は住宅地となっている。糸井川市役所へはこちら側が資金である。糸井川市中心部を発着する路線バスは首木自動車グループの糸井川バスが日本海口川駅前広場近くの糸井川駅日本海口バス停留所を起点として全線を運行している。また、 首木自動車は高速バス糸井川線を1日に往復運行している。日本海口川の一般路線バスは駅前広場ロータリー内の停留所から発着、高速バスはひす王国間北側の指導沿いの高速バス乗り場発となっている。2014年12月15日のダイヤ改正から一部路線バスのアルプス口への乗り入れが開始され、同時に 日本海口川の停留所も、糸井川駅前から現名称に改称された。糸井川駅日本海口停留所糸井川駅前、停留所糸井川駅アルプス口停留所、アルプス口駅舎2階、新幹線コンコースの自由通路沿いには、セブンイレブンキオスクが出店している。同店は、JR 西日本デイリーサービスネットグループのうち、JR 西日本金沢支社管内の駅店舗の、 運営管理を手掛ける JR サービスネット金沢が運営を行っており、JR 西日本 DSN グループが運営する駅店舗としては新潟県内唯一である。かつては駅弁も販売されていたが業者が撤退したため販売は終了している。また、日本海口駅前、ひす王国館1階の糸井川観光物産センターで販売されていた糸井川鹿町に所在する。 黒を右右右衛門が調整した、佐々市も廃業により販売は終了した。新幹線の停車駅は、隠れ車記事を参照。ありがとうございます。